かって。はい、どうもゆたです。今日はですね、東京競馬場にチューニング台稼ぎに来ました。で今日はオークスやる日です。で、私の中国の友達のカン君です。ちょっと待って、ちょっと待って、シンシンちょっと待って、ウーロンちゃんショーロンポー。今日はどうですか、意気込みは。爆買い中国人のように馬券買ってんだけど3連単当たったんだけど硬すぎてマイナス、当たったのにマイナス。そうだね、結構俺ら当たってんだけど、何通りか買ったから当たってマイナス。でも1回当たったから、まあ、僕は初心者なんで。確かにまあ新聞任せ。ガモさんも当たって。僕もあの全くギャンブルは好きなんですけど、あの競馬は全然全くのど素人なんで、競馬新聞に合わせて買って、あの負けたりしてます。そうっすね。軍資金は10万円ぐらいでこれに持ってきましたから。9ピン10万円今3、4万負けてるまだこれオープニングだからまだ負けてないこれから確かにこれオープニングの手になってるから、後取りで後取りでここなんかもう家が始まっちゃってるから、これでちょっとじゃあそうっすね、では楽しみ、はい、いいっす。僕はね、今日東京4レース5番里のメドーサ、これなんで選んだかってね、デュラメンテ3区なんすよ。なんですかそれとりあえずそれってだけで単勝と生まれ流し。カモさんは僕わかんないですけど 9から9、ルメールっすね。ルメールっすか。前走とかダート使ってるんで、どうかなって頑張ってくれれば、はい、そうっすね。結構なんとか資金積んでます。資金がいやこれあの安い方ですね。安い方はさすがっすね。全然こんなのは。カン君は。僕はあの競馬新聞初めて買って、そこのなんか予想丸乗り3連単だったけど点数が多すぎるんで3連複にしてボックスで、だけど僕は初心者なんで京都競馬第4レースこれに当たればね。そうっすね。はい、東京5レース、これ今日この6番は多分この出走馬の中で持ち時計が一番ある早いん で、 さっきちょっと前有利なバイアスだったんで、こいつで前目で決着すればって感じで。鴨さんは分かんないですけど竹豊にかけました。3本目で、はい、3本目で言います。張ってますね。カン君は。僕は3連単のフォーメーション、これはあのこれも競馬新聞のすべてまた丸パクリでコンピューターね、コンピューターの予想みたいなんで、あ、一応 IT の仕事してるんで、みんなそんなに被ってないから、どれか1個でもね当たれば当たってくれればいいのにさ。みんなで当たれば、うん、みんな当たれば6-7ね。そうっすね、楽しみっす。楽しみで俺は6と2チェックで500円です、ね、さっき買ったんでね。俺はもうね3が突き抜け、韓国の川本さんも3突き抜けですけど、ボックスで3連単で穴を買ってます。はい、はい、俺は結構流したからね、2級スマで僕は3連続3が突き抜けます。これスタートいいスタート切ってるから長いの。レース1900m だった1600円のステーキ丼、スペアリブ丼っす。うまそう。カン君は今回いっぱい、僕はまあガチガチでガチガチっぽい感じでね、当たればラッキーで。いいっすね。3万円ぐらい。
あ、僕はもうあのリバティはあの携帯で買ってるんで90通り買ってるから。おお、いいね。90通りいいね。これはもうちょっと帯いくようで。カズオ。さあどうなる。おー、いいね。おー、5番っす。え、カズオ、え、カズオ前行くのかよ。マジで。え、あーレーン遅れたな。マジで。まあ、リバティ結構いいチンじゃない。え、ゴールデンハインド逃げてないのマジで意外なんだけど。マジ？あれが出るんだね、バギチどこにいる。ああ、そうだね。すごいね。メインレース。2番。どこに行く？ライトクォンタムか。おお、マジで？いや、これリバティ硬いんじゃねえの？いるよ。いい位置っすね。前から4、5番目ぐらい。っていうか、逃げえな。そうっすね。ちょうど1分だ。2分23とか2分24。分かんない。いや、ゴールデンハインドが意外だな。ハーパーどこ行った？あ、いい位置いるわ。うわー、でもリバティの後ろか。もうちょっと前出してほしかったな。おっと、来る、どうだ。ダン君、3連単、3万4000取りました。3連単取りました。まあ、90通り買ってるけど。だいぶパワープレイだけど。だいぶ泣かしてパワープレイだけど、3万4000。うまいね。すげえ。めちゃくちゃ嬉しい。馬単で7000円買ったんで。お、馬単680、7、7、19、5万ぐらい。5万円ぐらいです。3万円買ってるから。トータルでマイナスです。はいはい。